はい、どうも、シャランです。というわけで、本日ですね、バトルリージョンのね、情報が発表されました。2月25日に発売する新パックとなっております。なんと、こちらにはですね、輝くポケモンっていう新ルールまでね、発表されているということで、それがめちゃくちゃ強力になっております。さあ、早速見ていきましょう。まずバトルリージョンに登場するカード、スターミー V から紹介します。このポケモンはね、水ポケモンになっていて、まあ技、スピードスターはなんか50ダメージを与えるっていうね、まあ大したことない技なんですが、エナジースパイラルが相手の場のポケモンについてるエネルギーの数かける50ダメージっていうのを 2N で与えるということでね、まあ相手の場にエネルギーが、まあ例えばトリニティの場の開始で5個とか6個とか相手の場にエネルギーがついていたら、まあ250とか300ダメージみたいなね、めちゃくちゃでかい火力が出るというわけですね。まあもちろん場にスターミー V がいたら、まあ警戒してね、そんなにエネルギーつけないかもしれませんけれども、まあこれいきなり出てきてね、メロンとかから攻撃してきたらめちゃくちゃ恐ろしいですよね。しかもね、優秀なのが逃げるエネルギーがゼロなところで、かなりね採用しやすいんじゃないかなと思います。今後はね、結構水タイプのデッキに対しては自分の盤面のエネルギーをしっかりと管理しながら戦っていく必要がありそうですね。はい、次はガブリアス V。 なんとね、このポケモンもなんか逃げるエネルギーがゼロになってね、なんかバトルリージョンは逃げエネゼロ推しっぽいですね。このガブリアスの V のポーズちょっとやばくないですか？なんかダサすぎて、なんか俺の好きなかっこいいガブリアスじゃなくて、なんかすごい情けない見た目に見えてしまうんですけれども、気のせいでしょうか。性能としては水等無色でドラゴンクロー120、水等等無色でソニックストライク、エネルギーを3個トラッシュして相手のポケモン1匹に220ダメージっていうことで、まあ、相手のポケモン1匹になんでね、好きなところに220ダメージ飛ばせるっていうのはめちゃくちゃ優秀かなと思います。ただね、エネルギー3個トラッシュっていうところなんで、ちょっとデメリットが大きいですよね。まあ、これ連打するためにはアグラージみたいな特性を使っていくことになるのかなと思いますけれども、まあちょっとね、エネルギー要求重いかなという感じはしますね。耐久力も高くはないので、倒されてしまった後に火花からラグラージの特性みたいな感じでね、技使っていけるとは思いますが、ちょっとね、まあ組みづらいデッキになってくるのかなという印象はあります。そして次にね、輝くポケモン、これがやばいですね。輝くポケモンっていうのはデッキに1枚しか輝くポケモンを入れられないっていうルールになっているみたいです。例えば以前存在したプリズムスターっていうカードは、なんとかプリズムスターはデッキに1枚しか入れられないっていう効果だったんですよ。だからメタモンプリズムスターとカプコケコプリズムスターをデッキに1枚ずつ入れてもいいし、サンダーマウンテンプリズムスターとカプコケコプリズムスターをデッキに1枚ずつ入れてもいいっていう感じだったんですけれども、今回の輝くポケモン、これに関しては輝く何々っていうカードをデッキに1枚しか入れられないというようなルールになっているみたいです。まあその分めちゃくちゃ効果はね、強力になってまして、これはね、今後ほぼ全デッキに輝くポケモンが採用されていくんじゃないかなというぐらい強力です。まず1つ目、輝く月光が、これがね、特性で自分の手札からエネルギーを1枚トラッシュして自分の山札を2枚引くというね、まあやりくりのエネルギー版みたいな特性を持ってまして、これは汎用性めちゃくちゃ高いですよね。エネルギーをトラッシュしたいデッキ、まあ例えばなんですけれども、まあモココを使ったデッキだったりとか、まあそういうデッキでね、手札のエネルギーをトラッシュして、しかも2枚に変換できるっていうのを種ポケモンでできるっていうのは超強力ですよね。で、技が月光手裏剣、このポケモンについてるエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン2匹にそれぞれ90ダメージということでね、これもなかなか強力ですよね。1匹しか入れられないので、メインのアタッカーにするっていうことは難しいと思うんですけれども、まあモスノーとかでね、加速して月光手裏剣で相手のポケモン2匹に90ダメージ与えて2枚取りみたいな、90だったらだいたい2枚取りねできたりする気がしますし、これはね、だいぶ技も結構優秀で、特性も非常に優秀なのかなというような感じでね、まあエネルギーをトラッシュに送り込みたいデッキ、エネルギーを結構採用しているデッキなんかには1枚採用されてくるのかなというようなカードの印象です。注意点としてですね、まあ輝くポケモンはルールを持つポケモンになっております。なのでポケモン VVMAX などではないですけれども、ルールを持つポケモンとしていただけの雪道で特性が止まってしまうということには注意しましょう。次は輝くルチャブルですね。なんか月光河の色違いって黒ですごいかっこよくて人気ポケモンのイメージあるんですけど、なんかルチャブルってなんかちょっと言ってしまえば地味というか、ルチャブルその枠入るんだっていうのはちょっと印象ありましたけれども、特性がまずビッグマッチ、このポケモンがベンチにいる限り自分のポケモンが使う技の相手のバトル場合のポケモン VMAX のダメージプラス30されるということで、これめちゃくちゃ強くないですか。ベンチに置くだけで相手の VMAX へのダメージがプラス30されるということで、こだわりベルトとかと合わせるとね、プラス60ダメージまで見込めるということで、今後ね、ポケモン VMAX ガンガン駆逐されていく流れになっていくんですかね。やっぱりこれは今ね、それこそミュー VMAX がね最強みたいになってますけれども、まあ例
えばねビッグマッチとこだわりベルトとかつけたらもう打点が250のポケモンとかでもワンパンできたりするということでね、 VMAX クライマックスしたはずなのにちょっと VMAX またメタられてるというね、バランス調整というか新カードに移行しろよお前らみたいななんか策略的なものを感じてちょっとなんかね腑に落ちないんですが、これはもう強いですね。まあとはいえ今後やっぱり V スターが結構主流になってきて、あのアルセウス V スターだったりとかね、あとまあそのスターターで発売するダークライ V スターとかは非常に強そうだなと思いますね。そういう時に対してはね、まあ、このビッグマッチは活躍しない特性っていうのはあると思います。なのでまあデッキがね相手の VMAX が苦手で HP300 超えのポケモンが結構倒しづらいなっていうデッキはこのルチャブルがね採用されていくんじゃないかなというふうに思いました。そしてですね V や輝くポケモン以外にも新規カードが発表されてまして、それはこちらシャンデラですね。こちら山あぶりという特性を持っていて、自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時、相手の山札から上から3枚トラッシュするということでね、これはねライブラリアウトデッキ大好きな人たちには朗報かと思います。昔もねなんか山おろしっていう特性を持ってるドサイドン、まあこれと全く同じ効果のドサイドンなんかがねいたんですけれども、まあそういうような感じで2進化ではありつつも特性で相手の山札をトラッシュしていけるという効果になってます。まあこれの強い点はやっぱり例えばバトルバとかをガラルマタドガスみたいなポケモンでロックしながらも相手の山札切れを狙っていけるっていうところですかね。現状のライブラリアウトデッキってアイアントのクイアラスとかでね LO を狙っていくものとかがメジャーなんですけれども、そのデッキはねバトルバーはアイアントである必要があるし、しかも技を打っているからねザシアン V の不当の剣とかで手札をね補充したりすることもできないっていうようなところがあるんですが、このシャンデラであれば特性でね相手の山札をトラッシュしていくので、まあ、不当の剣を使うこともできるし、バトルバーはねなんか別のロックポケモンだったりとか他にも食いだめのカビゴンでね手札を整えたりとか、まあそういうような使い方もできるっていうところで、まあ、これは LO デッキに対してはかなり救世主なのかなと思いますね。まあ、基本的にはシャンデラを回収ネットで戻しまくって山炙りを何回も使ってね相手の山札をガンガントラッシュしていくっていうようなデッキになっていくと思います。シャロンはね LO デッキ実は大好きなので、まあ、動画にしていきたいと思っております。進化前のランプランに関しても技でね、まあ、コイン次第ではあるんですが相手の、ね、エネルギーをトラッシュするっていうね LO デッキと相性のいい技を持っていますし、まあ一押しに関してもね相手の山札1枚にはなるんですけれども技でトラッシュしていけるっていう技を持ってますので、これはねシャンデラ LO がね一応考えられるのかなと思います。やっぱりでもね巨大連撃とかあのきついポケモンはいたりはするので、実際に大会とかで活躍できるデッキかって言われるとちょっとまだ現状ねカードプールにもよるので何とも言えないですが、まあ、今後ねこういうデッキにも気をつけていかないといけないかもしれません。はい、というわけでですねバトルリージョン2月25日発売するパックなんですが、これめちゃくちゃ楽しみですね。なんかでも大体最初に発表されるポケモンってすごい強いポケモンが多いイメージあるんですけれども、スターミー V もガブリアス V もなんかちょっとねかなりイマイチなねインパクトだったんで、本当にこれ目玉ポケモンみたいにいるのかなってなんか不安はありますね。ただこの頃のパックってまあ前で言うとね VMAX ライジングとか、まあ、VMAX ライジングも実はすげえ地味なパックだった気がしますからね、あんまり期待のほどではないかもしれないですけれども、やっぱりね輝くポケモンこの2匹で終わるわけではないと思いますので、めちゃくちゃ楽しみです。ちなみに個人的にこの輝くポケモン実際実物を見てないので何とも言えないんですが、光り方なんかダサくないですか？ちょこれ見てかっけえと思った人ちょっと申し訳ないんですけど、色違いなのはかっこいいけどダサくねと思っちゃいましたね。はい、まあ、この辺はねちょっと今後実物を見て手のひらをねリバースカードオープンする可能性あるんですけれども、まあ、楽しみにしていきたいところです。はい、シャロンチャンネルでねこの新規発表されたカードを使った対戦動画なんかも出していったりとかね今後したいと思ってますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。という感じでそれじゃバイバーイ。